男の背中かっこいいな男の背中ねえいいよいいよちょっと昨日撮ってねえところ撮ろうボタンさんボタンさんコーナーボタンさんコーナーバッチもあるあすごいねえすごいよ、前売りがねすごいあらら10分計算いやそんなことない昨日取れてねえけんねあすいませんよろしくお願いします、ね、あすごいなでもあえて言ってもらえたので、うん、ここはちょっとわからないと思う、ね、帰りたくないもう10分でないのにあ、おじきが取った帰っちゃダメ、おはようございますちょっと品数が少ないじゃないですか品数がね、頑張りましょうねおはようございます。昨日言った通り、取引、あ、映っていいんですかね。大丈夫です。いいの？東京モルタルクラブさん。ねえ、モーター、モーターや。モーター、モルタル。これが好きなんよな、これが。ねえ、おしゃれやな。あら、ここら辺は委託かなんか。そう、これはあのお友達の作家さんに触れていただいて、あ、こっちのあのあお友達作家の作家泉さん、ねはい、あ素晴らしい、はい、あご本人じゃないですかご本人ねえいやいや頑張りましょう頑張らんでん大丈夫でしょうけどありがとうございます、ね、大丈夫ですお、グリさん、ちゃっかり。ちゃっかりやな。ありがとうございます。取り来ました、取りに。映っていいなら。あ、いけたな。朝から、すげえテンションやな。千葉真一。千葉真一。高田水名前だけか。ごめんごめん、昨日取り子やったけん。ねえ。手が込んでるなあこれいいのあこれいいのあこれいいじゃんあこれはダックスの足跡ねそうそうそうなあいいなぁ、ね、そういうわけにいかないでしょあ飾っとあ飾っとこうかなねはいぜひぜひして、はい、こういうのは俺でいいな、はい、ねなんか俺こっちに目が行ってたけど、はい、これいうのも渋くこれいいな男性的でいいな、はい、あこれいいな、うんね、ご主人のこっちの方がまたすごいよ千葉真一が千葉真一そっくり目元が今日も頭ちょっとスーパーサイヤ人にしてみましょうなんか やっぱ格闘系じゃないですかすごいねおはようございますおはようございますよろしくお願いしますあお疲れ千葉真一にちょっと立ち寄ってください知らんやろ千葉真一知らん野球十兵マッキーのお父さんマッキーのお父さんって千葉さん千葉さんあここにもあるじゃないですか二号映画そっくりじゃないですかそれお父さんあ本当あそうですかいやそっくりじゃないですかそれ、ね、目元がなんかいきなりいじりに来たような感じやな、どれかおすすめありますですかおすすめけどやっぱこんなに厚く焼くっていうことは、はい、やっぱりかなり肉が焼く前は厚いんでしょあ割とそうです ねこの辺は、はい、やっぱ 1,2 割こう肉が薄くなるんですか上がりはいや あんまり変わんない
厚さはそんなに変わり、まあ 15% ですね、まあ、縮まりは、あ、縮まりがね、全体では。え、それはこの径がじゃなくて、いや、径が変わります。だからそんなに変わるんですかね。元はこれぐらいで作ってるんですよね。あ、そうですか、はい、結構で、この肉はそうでもない、でも乾燥するとだいぶ変わるので、やっぱりもっと厚くは作る。ああ、そうですか、へえ、ね、はい、2週間ぐらいは時間かかるんですよ。ああ、ですよね、うん、だからまあ、あ、パパン来た、パパン来た、千葉真一似てると思いますよ。あ、ほんとや、ね、俺千葉真一、白崎のカレーよ。あ、いいですよ、アジアジさん、アジアジさん、またすごいね、40% オフ、うわー、ここら辺が好きやね、ここら辺、おはようございます。半額コーナー、すいません、取らせてもらってます。半額コーナー、あ、安っ、300円だって。あ、ここも半額、半額コーナー、うーん、あ、こういうのいいね、こういうのもな、ね、こういうの好きです、こういうのは。あんまりまだ今日スタッフさんが来てねえな。半額コーナー、カクタスプランター ABAB、 いつもアジアイさんはやっぱだいぶね、出店数多いですよね。ねえ、こんな感じですね。え、そうなの？あ、本当や。え、どちらですかね。あ、本当？あ、そうですか。あ、野辺か。もういろいろ人がいすぎて覚えきれないか。な、今度ヒューバのイベントかなんか。いや、わかんない。行けたら行こうかって言ってる。あ、そうですか。多肉の森さん。延岡、延岡はもう置いたからえらい近いけどね。どれですか、推しは。推しどれが一番推し。あ、そうやろね、すごい目につくもん。これ何ので、何これ、宇宙人違うね、何それ。あ、そうなの、それを知らないから。はいはい、頑張っていきましょう。はい、すみません、な、多肉の森さんやな。あ、そうなの、へえ、はい、頑張りましょう。はい、なあ、アップしますね。はい、あ、おはようございます。なあ、撮っていいですか。はい、どうぞ。はい、すいません、ちょっといろいろね、え、原種がいっぱい。ああ、なんかこう一番の推しはありますか。なんか一番は、はい、アテマにある。あ、アテマか。あ、そうやな、アテマハック。はいはいはい、ですよね。まあ、ロメオルベンから選抜したバイカラータイプとか、あ、真っ赤な分とか、まだまださらに真っ赤になります。それとかこう細弁とかですね。あ、そうですね、いろいろ違いますよね、はいはい、選抜集ですね。あとはこれがアテマやな。あ、アテマ買おうかな。ねえ、もうみんなの後輩かなり使ってますよね。なんかあれですね、けどすごい肉厚というか。そうですね、ね、先発したものがだから違いますよね。そうですね、ものすごく当てまってても生産者さんによって相当顔が違いますもんね。全然違いますね。だいたいやっぱサンプル的なやつっていうのはここら辺な感じなんですか。そうですね、ここね、うん、これいいなと思って。へ、ね、うん、当てまく、後で買いに行きます。あ、買いに行きます。本当に。ここら辺も、これが大台に植え替えたやつですね。ですね、はい、トバレンシス、迫力がありますね。ああ、ちょっとこれいいな、はい、狙い目やな。はい、後ですいません。はい、今日は前売り機も相当売れてるようなので、ね、はいはい、頑張りましょう。お疲れ様です。あ、ゆめさんがはるばる愛知から
お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れです。お願いします。相変わらずジャンクなリエルさんがダイブハウスでね使ってなく植えてくれてましたね。うん、やっぱ合いますよね。すごい、ちょっとミニサボテンとかともね、うんうん、まあボタンさんもね今日来てるけん、うん、はい、まあフラリエなんかとはちょっと勝手がね違うんでしょうけど、かなり今日お客さん、でも初めての九州なので、あ、そうですか、はい、あ、本当、よろしくお願いします。相当なんか前売り券も売れてるようなんで、今日これだけって、え、これだけ、うん、すごい、だからそれ以上来ると思うんでですね、そうですね、はいはい、当日系でいらっしゃるから、そうそうそう、うん、すごい、ならまあ頑張りましょう、はい、はい、はい。